何のことですか。とぼけるんじゃないよ。え、新幹線の喫煙ルームが消えるのよ。それは本当かい。はい、来年の春に新幹線の喫煙ルームは消えます。クソが。じゃあ喫煙ルームに隠れて不正乗車ができなくなるじゃないの。おいごろてめえ、チュー。どんな理由なのよ。タバコを吸う人が減ったからですね。俺は吸い続けてるのよ。全体的に確実に減ってきましたし、健康を考える時代になったんですね。じゃああのスペースはどうなるのよ。お盆に大雨で新幹線が9時間止まったのは覚えてますか。あったわね。そんな非常事態に備え、水などを収納し災害対策に活用していくんです。時代も変わったわね。うがー、これとこれとこれも買って。麺養生様、買いすぎじゃないですか。ソスケ君も欲しいものあったら言ってね。うん、おじい様、ここにあるお洋服も全部買って。メイヨー嬢様。ん？うわ、本当にドア入ってるのか。もちろんです。これで15回目なのよ。ソスケくん、あれは？わあ、一等は鉄道模型だ。ソスケくん、待ってて。うん、駅員さん、くじ全部引かせてちょうだい。え？全部買うわ。ふざけるな、なら俺が全部買うのよ。私の方が先に行った。卑怯者め、ふざけるな。おじい様、早く買って。俺に買わせろ。やめてよ。え？僕は一回で来たらいいよ。どうして？模型が欲しいんでしょ。でもめいちゃんとここに来た思い出でやりたいの。え、一緒に一回ずつやろう。うん、どうぞ。これだ、これ。残念、おまけのキーホルダーです。めいちゃん、お揃いだね。うん、くそ、めいお嬢様、もう11月か。ハッピーハロウィーン。ちょっと遅えよ。ハッピーハロウィーン。スピードの問題じゃねえよ。メリクリー。それはちょっと早いよ。メリクリ。だからスピードの問題じゃねえって。西川はサンタさんに何をおねだりする。お願いだろ、意地でも買ってもらおうとすな。お菓子くれないといたずらしちゃうぞ。無念はお菓子ね。違うと思うけど。私は私のクローンが欲しい。想像を超えてきたわ。私が学校行ってる間にゲーム進めといてもらうの。普通逆じゃね。クローンに学校行かせろよ。だってクローンも私なんだよ。いきなり知らない人の中にぶち込まれたらかわいそうじゃん。ロボットも家族の仲間っていうタイプね。五十嵐は思い出かな。めんどくさいタイプ。消えてなくなる日本には興味ねえんだ。サンタさんも驚きだよ。じゃあ結局西川は？メガネ？つまんな。みんな始まったよ。来た来た。みんな何見てんの？バラッチの授業終えてのアフタートーク。なんだそれ。インスタライブでね。アーティストみたいなことやってんな。お前ら席につけ。本当にやってる。コメント読んでくぞ。ギャル最高 GKP さん。大体予想つくな。バラッチの授業誰ぽよ。ふざけるな。誰だわいわ。わかんねえのかよ。エビ好きの金髪さん。絶対イガラシだろ。バラッチ、変顔のエフェクトつけてる？つけてるか。これがノーベルだ。めっちゃいじられてんじゃん。胸尾の大冒険さん。胸を大冒険してんの？バラッチの顎ってスコップですか？そう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 、ここ掘れワンワン、顎で掘るってバカ野郎。コメントに切れてくタイプの配信者みたいになってる。今日授業でやった水上痴漢分かりやすかったです。あ、それはよかった。バラッチ別の痴漢してそうで草。ふざけるな。水上痴漢法。先生、生徒に何を教えてるんですか。漢字が違うわ。通常授業よりこっちの方が向いてますよ。転職するか。学校だるぽよ。サボろうぜ。クソが。次は木更津、木更津でござ。え？皆さん、大丈夫ですか？行ってー。大丈夫か？何事よ。え？なんであれは。目が覚めたようだな、弱き人間ども。あなたは誰ですか？私はこのゲームの主催者、キリン仮面だ。キリン仮面？どういうつもりですか？お前たちの不満だらけの退屈な人生に少しのスパイスを与えてやる。どういう意味だ？警察に通報よ。ふざけるのもいい加減にするのよ。黙れ。私はお前たちにチャンスを与えているんだ。は？ルールは簡単。このデスゲームに勝ち残った者が賞金30億を手にする。30億？デスゲームってどういうことだよ。生きるか死ぬかのゲームだ。ふざけるな。俺たちが何したって言うんだよ。周りを見てみろ。え、楽しそうじゃん。お前がやるなら。30億は私のものよ。これで億万長者なのよ。ちょっと皆さん、最初のゲームはこの揺れる電車内でバランスを取り、最後までこけずに立っていられたらクリアだ。皆さん本当にやるんですか？楽勝なのよ。甘く見られたもんね。30億。浮かれすぎだよ。それではゲームスタートだ。余裕なのよ。結構早いわね。いけいけ。油断すんなよ。確かこの先急カーブが。みんな踏ん張れ。案外難しい。嘘だろ。横山さん、おい。
どういうことだよ。何度も言わせるな。これは生きるか死ぬかのゲームだ。こんなことして許されると思ってんのか。タクボよ、絶対こけんなよ。今回の脱落者は1名だ。こんなの狂ってやがる。もう終わりにしろ。本当に死ぬなんて聞いてないわ。人間はいつもそうだ。自分の命が危険にさらされるとき、わめき散らし命乞いをする。当たり前だろ。飼ってない生き物だな。お前たちは動物たちの命乞いに一度でも耳を傾けたことがあるか。は？豚や鳥や牛たちの命乞いに一度でも耳を傾けたことがあるか。それは…次のゲームは綱引きだ。2番線と3番線で向かい合って綱を引き、落ちた方が負けだ。誰かは必ず死ぬってことかよ。その通りだ。早くペアを組め。やるしかねえな。駅員さん、頼んだわよ。それではゲームスタートだ。おりゃあへえ、よいしょ。おい、地面が滑るぞ。え、なんで。この綱引きは運の要素も含まれている。どちらかのホームに油が巻かれている。くそー、もうダメかも。今までありがとうな。こっちのセリフだよ。決まったか。いたたたたた、腰を痛めたわ。え、力が入らないわ。うわあ、え、何が起こったの。ガキンチョに負けちゃったわ。なんでわざと落ちたんだよ。落ちた方が死んじゃうんだよ。生き残る理由がないのよ。え、未来ある人が生き残るべきよ。しずめさん、年寄りが先に死に若者が生きる、シンプルなことよ。駅員さんには悪いけどね。これが正解だと思いますよ。ありがとうね、若者よ。必ず生き延びてください。このゲームが終わっても君たちのゲームは続く。なんならこのゲームなんかよりも理不尽でどうしようもないことばかりの世の中だ。でも未来を信じて生きてください。わかりました。仲良くしようよ。バカな生き物だ。最後は一人ゲームだ。音楽が鳴り終わった時にこの椅子に座った者が勝者だ。おい、ちょっと待てや。一人しか生きて帰れねえってことじゃねえか。最初からそのつもりだったの。金メダルが2つもあるオリンピックが楽しいか。勝者は一人で十分だ。ふざけんじゃねえ、出てこいてめえ。それでは最終ゲームスタートだ。おい、どうすんだよ。このままだと二人とも死んじまうぞ。どっちかが死ぬっていうなら俺が死ぬ。簡単に死ぬなんて言うなよ。え、私たち命を懸けてくれた人がいるんだよ。二人で生きよう。そうだな、何か方法があるはずだ。考えよう。はバーカ。おい、何やってんだよ。ずっと考えてたの、私の生きる理由ってなんだろうって。は、私は五十嵐のそばにずっといたい。俺もだよ。だから一緒に生き残る方法を。無理なの、このゲームは一人しか生きられない。そんな。だから私は走り続ける五十嵐を遠くでずっと見守ってる。無理だよ、お前がいなきゃ。できるよ、五十嵐はすごいんだよ。ドクポよ、泣くなよバーカ。また会おう。生きてやる。チーズ新商ですか。シェアポッキー。いいんですか。いつもあざっぽよ。ありがとうございます。シェアポッキー。バクバヤ、学校はお菓子禁止だぞ。ポッキーの日なんだから持ってきたっていいじゃん。ダメだ、今すぐ没収だ。このわからずや。おウケる。おーバーカ。榊原先生、何をしてるんですか。ちょうどよかった、教育委員会も来てるので校長室で話しましょう。お腹空いたよ。もう少し待ってて。大雨の影響で運転を見合わせております。今しばらくお待ちください。ママまだ。どうだろうね。お腹空いたよ。うるさいガキね、これでも食ってなさい。あ、すいません。みんな我慢してるのよ、ガキだからって甘やかさないわよ。おいぐらてめえ。こんな異常時には皆さんのご協力が必要です。さっき自分のゴミを投げつけてましたよね。うるさいわね、私が出ていくわ。お客さん、また何かあったら何でも言ってくださいね。あんな人ほっときましょう。ありがとうございます。ママ見て。どうしたの。美味しそうなお弁当だ。あら、お
ばさん、本当は優しい人なんだね。そうだね。チーズ。うっす。新商ですか？20分のちょうだい。俺もっす。では80分におまけしておきますね。あざぽよー。あざっす。おはぽよー。うっす。お前たちなんで遅れたんだ？私はね、めっちゃ怖いお兄さんに絡まれるの待ってたの。そんなの待つなよ。俺はここまで来るのにパンクしちゃったんす。一輪車、自転車で来い。本当は道路に犬が横たわってたから回復の呪文唱えてたの。嘘つけ。本当は急に警察に囲まれて職務をされてたっす。職質じゃないんだ。本当はお魚くわえたドラ猫追っかけてたの。サザエさんか。本当は変わった髪型のお姉さんが後ろ歩きで手招きしながら笛吹いてたんで追いかけてたっす。それも多分サザエさんじゃ。お前ら本当は何で遅れたんだ？自転車です。最初から出せ。ちょっともう入れないわよ。すげえ。なんだかイライラしてきたわ。吐きそうよ。え？吐き気がするわ。やめてください。おい、やめるのよ。開いた開いた。これで座っていけるわ。おいごらてめえ。え？狼少年を見たことはありますか？何を言ってるのよ。嘘ばかりついていると大事な時に信じてもらえなくなりますよ。嘘だなんて。さっきは本当に人が多すぎて吐きそうだったのよ。ではそこに座ってられませんね。え？駅に救急隊がお待ちです。すぐに降りてください。ドキドキドキ。あ、サスケ。あ、やばい。逃がすか。ソウスケ、大丈夫？ここまで来たら誰も見つけた。え？さっきエスカレーターで子供にぶつかってたよね。何のことかしら。しらばっくれんの。私はずっとここにいたわよ。ギャルなめんなよ。え？さっきおばさんが子供にぶつかったとこ iPhone で撮ってんだよね。あれ？正直に言わないと TikTok でばらまえちゃうよ。バブ、ぶつかったわよ。じゃあすぐ戻って謝ってきな。えい、私がやりました。ごめんなさい。いいよ。いいのかい？うん、だっておばさん謝ったじゃん。チュンチュン。俺は見たっつってんだろ。触るんじゃないわよ。てめえ、いい加減にしろや。人殺しよ。お前やめろ。何すんだ。あんな弱いおばさんをいじめて楽しいか。そうじゃねえんだって。どうしようもない不良だな。もっと他のことができんのか。あのばあさんが悪いんだって。誰か警察を呼んでください。警察ですか？駅前で高校生がおばあさんに暴力を。だからちげえんだって。聞いてくれよ。ああ恐ろしい。きっとこいつの家庭は貧しくて金欲しさにおばさんを襲ったんだな。ひどいことするな。もういいって。皆さんよく聞いてください。え？この子が全てを話してくれました。どういうことだ？私の切符を奪ったんです、そのおばさんが。え？それで五十嵐くんが代わりに取り返そうとしてくれたんです。そうだったのか。ひどいババアだ。おめえらもひでえだろ。は？は？すぐに周りの言葉に流され、批判していたら批判する、そして称賛していたら称賛する、群れでしか動けない弱い人間だ。見た目だけで悪だと決めつけ、寄ってたかって言葉の暴力をぶつける大の大人が、なぜ本質を知ろうとしない彼の言葉になぜ耳を傾けなかったんですか？言葉というものは便利なものです。だけど時にナイフより尖った武器となり、人を簡単に殺してしまう。彼に心から謝罪してください。ごめんなさい。申し訳なかった。俺はいいっすけど、二度と誰にもすんじゃねえぞ。はい、分かったよ。ちょっと待て。あんたは犯罪ですよ。警察に行きましょう。チュー。邪魔よ邪魔よ。横浜から小田原まで作ってちょうだい。かしこまりました。こちら新横浜から小田原までの。早くよくしなさい。のぞみに乗れたらこっちのもんよ。新大阪までここで隠れるわよ。ただいまから切符を拝見いたします。え、ケンさん。はい。喫煙ルームの前に切符が落ちてたよ。拾ってくれてありがとう。でも不思議だね。のぞみは小田原止まらないのに小田原までの切符だよ。ん？確かにおかしいな。不正するのも楽勝ね。浮いたお金でたこ焼きでも食べようかしら。すいません、お客様。何よ。切符を拝見しますね。それがさっきトイレに流しちゃってね。ほれ、買ったカード控えならあるわよ。あれ？おかしいですね。喫煙ルームの近くに小田原までの切符が落ちてたんですが。私のじゃないわ。そのカード控えの鍵盤とこの切符の鍵盤がつながってるんですよね。え？悪質な不正と見られる行為で3倍運賃いただきますね。チュー。え？
駅員さん、どうされました？改札に変な人がいます。え、すぐ行きます。お客様、何してるんですか？ちょっとお客様、お辻って申しますか？知らないですよ。何事ですか？僕の地元徳島には自動改札がないので入り方がわからないんですよ。あ、そうなんですね。靴の中に忍ばせたらいいですか？警戒しすぎだよ。このパスモが目に入らぬかってやればいいですか？未得拷問じゃねえか。世界中に散らばってる7枚のカードを集めたらいいですか？ドラゴンボールみたいだな。細かくして飲み込んだらいいですか？怪しいもの運んでるみたいじゃねえか。そろそろ駅員さん教えてくださいよ。かざすだけです。こうですか？俺にじゃないよ、毒の湯。うぅ、朝の通勤なしに女が子供連れてたら邪魔なのよ。私も仕事があるので。仕事だと？仕事は旦那に任せて、女なんだから楽して家事や子育てしてたらいいのよ。そんな、そしたら席も空くし、あんたも楽ができて万々歳なのよ。なんでそんなこと。おいこらてめえ、なんだ？お前は楽がしたいか？え、そりゃできるならな。じゃあお前が楽って言ってた家事や子育てをしたらいいじゃねえか。それはなんで止まるんだよ。楽だったら真っ先にやりたいって言えばいいじゃねえか。うん、楽じゃないから即答できねえんだろ。そうだね。女にとって家事や子育てが楽というのはただの男の押し付けだと思います。楽かどうかはその人によりませんか？くそげにひ山田区3番線列車が参ります。私がボーリング勝ったからご飯おごりね。ダリーな、ふぅー、次は負けねえからな。また私が勝っちゃうよ。ふぅー、おい、危ねえぞ。え、はあ、やばい、電車が接近してる。え、私死ぬの？まだたくさんやりたいことあるのに。ちょっと待って、タクポよ。おっさん、駅員さんに知らせてくれ。分かってんのよ、今行くからな。駅員さん、ホームから女の子が。え、以上。タクボよ、しっかりしろ。頭を打って意識がない。どうしたら。このままだとまずい。どうしたらいいんだ。このままだとまずい。どうしたらいいんだ。兄ちゃん、逃げるのよ。待避所に避難してください。そういえば前に線路に落ちた男性は車両と線路の間のスペースにいたため軽傷でした。今から持ち上げて移動させる時間はない。信じるぞ。おい、タクパよ、大丈夫か？ここどこ？よかった。私死ぬとこだったのに。あ、でも大丈夫だ。すぐ助けが来る。五十嵐が助けてくれたんでしょ？別に何も。ありがとう。お兄ちゃん、無事ですか？どっちも無事っすよ。この前のこともあるんだからカウンセリングに行ってこい。行かねえよ。俺はどこもおかしくねえって。でも念のため見てもらった方が。大丈夫だっつってんだろ。俺はそこまで弱くねえよ。ったく。バラッチ。イガラシは本当に大丈夫か？やっぱりあの事故が原因で。あの時私は気絶してて覚えてないけど、イガラシはちゃんと記憶に刻まれてるんだと思う。あの時の恐怖が。みんなうぜえんだよ。お兄ちゃん大丈夫？大丈夫っす。電車乗りますか？ああ、やっぱ歩いて帰ります。ああ、はい。またあの夢だ。忘れるんだ。コポヨも助かったし、俺ももう大丈夫だ。忘れるんだ、忘れるんだ。今日は大丈夫かな。あれ、お兄ちゃん。なんすか？この前ホームから落ちた女の子を助けた。なんでそれを？あの時の運転手です。え、お兄ちゃんの判断は素晴らしかったです。二人とも無事でよかった。まあ、そうっすね。まだあの時のことを思い出しますか？え、あの時起こった悪魔のような数秒間を。はい、僕もです。あの時は二人を引いてしまったかと思いました。嘘だろ？以上！線路内に男女二人、しかもまだ学生だ！止まれ止まれ止まれ！頼むから止まってくれ！避けてくれ！くそー！間に合わない！あれから運転しようとすると思い出してしまって。そうなんですね。お
おいお前いつまで日勤してんだよ。あ、先輩。あんな事故くらいでいつまでも休んでんじゃねえよ。すいません。お前のせいで休みも減っちまったしよ。あれ？お前はこの前ギリギリ助かった学生か。メンタル雑魚同士、カウンセリングにでも行ってきな。おいごらてめえ。なんだおっさん。バラッチ。え？その子の担任だ。なんすか？なぜ弱いとダメなんだ。使えないじゃないですか。弱さは負けじゃないんだよ。あ？日本はまだまだ弱い者を排除して強い者が正義という社会だ。そりゃそうだろ。アメリカの警察はな、事件に関わった後必ずカウンセリングに行くんだ。はぁ、人はもともと弱いものだ。壊れたものを直す時間や環境が必要なんだ。前を向こうとしている彼らを苦しめてるのはお前らのような周りの人間だ。バラッチありがとう。ありがとうございます。教師として当然のことだ。うっせえよ。日暮らし遅れるよ。ちょっと待ってよ。さっきまで持ってたはずなのに。駅員さん、どうされましたか？切符をゴミと一緒に捨てちゃったみたいで。どこのゴミ箱か覚えてますか？5号車だったと思います。わかりました、確認してみますね。嘘ついているわよ。え？よく考えてみなさいよ。ゴミと一緒に切符を捨てるなんてことがあるかい？え？どういうことですか？うっかり捨てちゃった可愛い子ちゃんを演じてるのよ。嘘つくならもっと上手につきなさいよ。いや本当なんです。またそうやって目をうるうるさせてバカな男ども騙されるんじゃないわよ。ひどいです。おーい、保護者受けに切符が出てきたぞ。整備の山本さん。お嬢ちゃんのかい？はい、ありがとうございます。足詰めさん、そろそろ本当にレッドカードですよ。ギャリ山駅まで二人で。ギャリ山駅へ行くんですか？そうだ。いい、生きて帰ってくださいね。あいよ。なんで俺もついてくんだよ。チーズ。どんな状況だよ。いつも娘がお世話になってます。癖ありすぎんだろ。それじゃお邪魔します。よく普通に行けるな。外寒かったでしょう。そうっすね。今ストーブつけるからね。丸焼けになるわ。娘は学校で迷惑かけてないですか？まあちょっとだけ学校を壊したりヘリや魔法の絨毯で通学してくることはありますが問題ないですよ。問題ありすぎんだろ。でもクラスのみんなの人気者で本当は頑張り屋さんのいい子ですよね。ルイセンプッチンプリンプリンなんだけど。プリンプリン。ギャル怖。なんか聞こえるぞ。行ってみようぜ。いやどこで弾いてんだよ。普通ストリートピアノって街中にあんだろ。タラララララリラタラリリリラ。指輪じゃねえか。こんなセッション見たことねえわ。ラスティンラスティンラリリリラ。音程高すぎて出てねえじゃねえか。ジャンベ。変な楽器入ってきた。アフリカの伝統的楽器ジャンベだ。聞いたことねえよ。こういう時はバイオリンかサックスだろ。打楽器しかいねえじゃねえか。ひき肉です。ハンバーグだろ。ちゃんと調理して。焦げ肉です。焦がしちゃったよ。もうめちゃくちゃじゃねえか。めっちゃ集まってきた。